台南州庁舎、森山松之助設計。現在は、国立台湾文学館になった。台南市に位置する台南州庁の葉が1930年の台南州台南州は、かつて台湾の地方行政区分だった五州三町の一つで、現在の台南市、かよし市、かよし県、ウリン県を合わせた地域にあたる。1941年台湾上住国統計より、 台南合同庁舎の現状台南周知事項での、現状台南地方法院、昭和20年当時昭和7年当時台南警察署の、現状昭和20年当時昭和7年当時昭和20年当時台南速攻署の、現状昭和17年当時台南州立、第1中学校級台湾不評、第2連帯 A 社昭和11年の、平時編成台南駅の現状有山線の現状。 昭和19年の路線昭和14年当時昭和13年当時官兵駐車台南神社州内に本社を有する資本金50万円以上の企業である台南放送局昭和20年8月当時昭和7年当時この時代に生まれ育つかまたは活躍したものを掲載ありがとうございます